フロアの皆様からご質問を受けさせていただきますので、どうぞ挙手をお願いいたします。もしよろしければご所属とお名前をお願いいたします。塩野義製薬の上谷あかりと申します。ご説明ありがとうございました。これまでもやもやとしていたシステムがだんだんと明確になってきたかなという気がしているんですけれども、動画もすごく綺麗に配信していただいていて分かりやすいんですが、実際にシステムを触ってみないとやっぱり感覚とかつかめなくて社内体制も作りにくいかと思うんですけれども、なんかテストするというか練習する環境っていうのはあるんでしょうか。すいません、テストサイトというもの自体がですね、今のところご準備をさせていただいてないというところですね。やはりテストサイトを作ってもそのユーザー管理であったり情報の管理、もしくは一番懸念しているのは皆さんがそのリアルなビジネスに使うまだ取得しなきゃいけない情報をそこに登録してしまって何かの問題があったときということを考えまして、今のところその準備をさせていただいておりませんが、今日最後までお話をしていく中で今モヤモヤされたのがちょっとだけクリアになったというお言葉をいただいてちょっと嬉しかったんですけど、もう少しモヤモヤをクリアにする方法というものについてご説明できるかなと思っております。状況については今そういう形ですのでご理解いただければと存じます。わかりました。実際には申請する場で失敗したりするととてもでない事態になってしまうので、そういうサイトがあるといいかなとは思いました。もう一つあるんですけれども、はい、パソコンの設定が結構大事だなということを最初の方におっしゃってたかと思うんですけれども、1台このシステムを使うためのパソコンを例えば準備しまして、複数のユーザーが登録するということは可能でしょうか。可能ですね。大丈夫です。ありがとうございました。その他ご質問いかがでしょうか。共和キリンの小寺と申します。丁寧なご説明大変ありがとうございました。システム要件について3つお伺いしたいことがあるんですけれども、まず1つ目なんですけれども、要件の方で JRE のアップデート51以上というようなご記載があるんですけれども、この以上がかかる範囲についてお聞きしたいんですが、 JRE の8は含まれていると考えた方が考えてもよろしいでしょうか、それとも JRE 7の中での、アップデートの、要件になりますでしょうか。ですね、今現在我々が確認をしたのは JRE の7の範囲という感じでご理解いただければと思います。将来にわたってセキュリティ上の観点から JRE の8等に上げていくときにはまたさらに検証等を行う必要がありますので、今そこについては行っていないというのがお答えになると思います。ありがとうございます。2点目になりますけれども、ブラウザーとしてインターネットエクスプローラーの11というのが、要件として挙げられているんですけれども、インターネットエクスプローラー11の中でもエミュレーションモードというものがあるかと思うんですけれども、会社のポリシーで、実は弊社の中では特定のエミュレーションモードが設定されているんですが、この新生電子データシステムを利用するにあたってエミュレーションモードの要件はございますでしょうか。設定をしていないですね。ですのでちょっと御社の環境でそのまま動くかどうかというところについてはちょっとご確認をいただく、実際にシステムを公開した後にご確認いただく必要があるかというふうに考えます。ありがとうございます。最後の質問になるんですけれども、マニュアルの方を拝見させていただいて、1.5 の動作環境に書かれている内容に全般についてに関する質問なんですけれども、ここに書かれている内容は、必須要件というふうに解釈した方がよろしいでしょうか、それとも推奨要件というか、結果的にこれに反していても、適切に提出できれば良いというような考え、どちらの方が正しいでしょうか。難しいですね。気持ちとしては必須なんですが、例えばエクセル等が、あってもなくてもバリデーション結果を見ない方であればエクセル等は必要ないので、そういう点で推奨動作環境としていまして、我々が動作を確認した時の保証ができる範囲を記載をしております。ですので逸脱をして例えば画面解像度がこれを超えていてももちろん見えますし、また小さくしても見ることはできますが使いづらいという形になります。ですので必須ではなく、最低限ここまでというところをと認識いただければなと思うんですが、大丈夫ですか。大変ありがとうございます。もう一つよろしいでしょうか。
パイロットに参加された企業様からExcel のマクロで不具合が起きたというようなことをちょっとお聞きしたんですけれども、それについて何か、提出にあたってもしくはこの後でご説明等ございますでしょうか。Excel にマクロファイルを含んだものがウイルスチェックで引っかかったという恐れがあったんですが、実際のところマクロ自体がこのシステムで送れなかった原因ではありませんでした。で、私の方で試しにマクロについたファイルのテスト送信やってみたんですが、特に問題なく送信できましたので、マクロそのものは障害になるとは考えてませんが、基本的にですね、マクロ等を含まれたものですと受け取った後何かしら予期せぬ動きをする恐れがありますので、基本的にはマクロ等を除いたファイルでご提出いただきたいと考えております。ありがとうございました。細かい質問で申し訳ありません。大変ありがとうございます。どうもありがとうございました。その他ご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それではどうもありがとうございました。